ニワカナヘビは、ハチュウコウユウリンモクカナヘビからサータ族に分類されるトカゲ。全長20から32センチメートル。繁殖様式は卵生。6から7月に6から13個の卵を産む。都市開発や農地開発、観光開発による生息地の破壊、交通事故、猫による捕食などにより生息数は減少している。 分布が非常に広域なため主としては絶滅の恐れは低いと考えられているが、個体群によっては絶滅の恐れがある地域もある。西ヨーロッパでは多くの国で法的に保護の対象とされている。ヨーロッパ大部分から東方はモンゴルまで分布するカナヘビ科のトカゲである。イベリア半島やトルコには分布しない。分布はしばしばパッチ状である。腹は明るい色で、背は 縞模様になっている。オスの方がより暗い色で、今期になると一部、または全体が明るい緑色に変わる。体長は25センチメートルになる。いくつかのアシュがあり、最も西の LA アゲラスともう一つの西のアシュ、LA アーガスは背中の縞模様が薄く途切れているか全くない。この特徴は特に校舎に当てはまり、背中に縞はなく、全面が 赤色や茶色のものもいる。またこの二つのアッシュでは、今期にオスの横腹の色だけが緑色に変わる。一方、LA エキシーグイ等の東のアッシュは、繁殖期以外でも体全体が緑色になることがある。イギリスでは、生息域は、ヒース南部とイングランド北西部及び西ウェールズの砂丘海岸に限られる。メスは、 日の当たる場所の緩んだ砂の中に卵を産み、地面の暖かさによって孵化させる。ありがとうございます。